今から環境委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに松川瑠衣君が委員を辞任されその補欠として関口正和君が選任されましたこれより請願の審査を行います第137号アスベスト被害根絶に関する請願ほか13件を議題といたします 本委員会に付託されております請願は、お手元に配布の資料のとおりでございます。これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。以上のとおり、決定することにご異議ございませんか<し>ご異議ないと認めます。よって、作用を決定いたしました。継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。 環および公害問題に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。<私>ご異議ないと認め、採用を決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。<私>ご異議ないと認め、採用を決定いたします。 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？<し>ご異議ないと認め、採用を取り計らいます。本日はこれにて参加いたします。